ニュースをご覧の皆さん、こんにちは。えー、慶応大学の岸です。3月16日、先週ですね。えー、岸田総理が会見をしています、まあ。主にはこのコロナのまん延防止措置の全国解除に関する会見だったんですけども、当然このロシア問題、ウクライナ問題にも話をしてるんですね。でその内容があまりにひどすぎるなと怒ってます。で具体的にどうひどかったか。えー、このロシア関係、岸田総理、まずこう言っています。ロシアの今回の暴挙は、えー、許し難い非道な行為だと。これ正しいですよね。 で、それに続いてですね、我々は懸命に行動するウクライナの人々を断固たる決意で支援いたしますと。これも正しいですよね。で、問題はその次なんです。今こそ、省エネやウクライナからの避難民の受け入れをはじめ、国民の皆さんのご協力は不可欠ですと。わけのわかんない具体例を挙げてるんです。冷静に考えてください。省エネ。当然エネルギー価格が上がっているから必要なんですけども、日本の国内の省エネってウクライナの問題に何も関係ありません。 で、ウクライナからの避難民の受け入れ。これいいんですけど、現状数十、百人も行ってませんよね。で、ウクライナ本国で、えー、本当に日々大変な事態になっているのを考えると、これも大したことない。主に日本の国内問題です。えー、ウクライナの人々を断固支援するとか言いながら、上げている政策はですね、日本の国内問題だけなんです。でこれはっきり言えばちょっとひどすぎますね。 っていうのは、やっぱり今求められてるのは当然世界的にはですね、ウクライナっていう国に対する支援なんですね。日本はいろんな憲法とかの制約があるならば、それでも資金援助とかですね、避難民への、えー、物資とかの支援とか、いくらでもやれることはあると。 で逆にそういったことをしっかりやって存在感を高めておくことが次中国が台湾とかに何かした場合これ日本が今度はウクライナと同じような立場に立ちますから世界中からちゃんとまた応援してもらえるっていうのもすごい大事なんですねそういう発想が必要なのに上げてる具体策は省エネとかですねウクライナからの避難民受け入れとか国内問題ばっかり言ってるとこれ真面目にこんなひどい内容が英訳されて世界に出たらあの恥かくと思います そういう意味でちょっとですね、この政権が、えー、ウクライナで、まあ当然内部的には忙しいと思うんですけども、そういう戦略的な観点で情報も発信する、行動もするっていうのをもっともっとやらないとダメじゃないかと。世の中はこれだけグローバル化してるのに、えー、政治の側は、まあ、あの、未だに国内問題、ドメスティックなままかよということで非常に怒りを感じております。次にですね、じゃあ、より大事な問題で、じゃあこのロシア、ウクライナの戦争がこれからどう日本に影響するかと。 当然これ、えロシアのマサハリンとかですね、エネルギープロジェクトに参加している企業なんかは、多分これから難しい判断もありや、被害も受けるわっていうことがありますし、あとは一般的によく言われてるのは、原油とか天然ガス、こういったものの値段がどんどん上がってますので、当然これガソリンとかエネルギーコストが上がって日本にも被害があるよね。 というのがあって、まあ、あと最近やっぱり言われだしてるのが、えー、ロシアウクライナは小麦の大生産輸出エリアだから当然小麦も上がったら影響があるようなパンとかにとでも実は、えー、このロシアウクライナの戦争の影響はこれだけにとどまらないで私今年後半はですねかなり深刻な影響が世界レベルで広がって日本にも当然影響が出てくるそれ何かというといろんな食料の価格が上がるっていうことなんですね。 あの一般的にはロシア、ウクライナ中とです、ねまあ、小麦の大輸出エリアだよなっていうことばっかりは言われるんですけども、えー、ロシア、ウクライナあとあのロシアの同盟みたいな国で今、もうすでに制裁戦争前から受けているベラルーシ。 この辺を、えー、全部カウントするとですね実は小麦ならずのみならず大麦であるとかですねなな油とかいろんんもの,の大輸出エリアなんですねでそういう中で注目すべきはロシアとベラルーシの2つの国を合わせるとですね、えー、肥料あの畑の肥料ですねあの当然作物を育てる場合に肥料をまきますからこの肥料の世界一の大輸出エリアがこのロシアベラルーシなんです。 で実はこのの肥料の値段ががすすでにに数倍に上りりつつありますでこれが世界的にどういう影響をもたらすか当たり前だけど肥料っていうのは農業全般に使いますから農作物とかですねそういったもの全般の値段が上がっていく可能性があるんですでもう今実際ブラジルではですねブラジルってあの大豆の大生産国なんですけどもこの大豆も当然ロシアから輸入した肥料を使ってますのでで値段が上がりだしてる。 であとはですねアメリカでも実際に起き出しているのがあのアメリカであの肉牛を生産する場合にですねあの肉牛牛の餌ってあのトウモロコシを使うんですねでこのトウモロコシを育てる場合にですね当然このロシアベラルーシからの、えー、輸入物の肥料特にベラルーシの肥料がいいもんでそれを結構輸入してましたとで。それはもう値段が数倍になってます それどころか、供給途絶のリスクもですね、だんだん高まってます。当然肉、肉肉牛の餌、えー、に使うし、飼料に使う、えー、トウモロコシの生産に打撃があるよねとで。そうなると当たり前だけど、これ、肉牛の生産にも影響があると。だそういうのを考えますと、単純に小麦だからですね、パン買って、 それだけ入ってならないで、実は肥料っていうものを通じてですね。いろんな農作物、農作物、これ、あの肉とかも含めてですね。かなり影響が出るんですね。だから、そう考えますとですね。あの、実は、今年後半は、かなりいろんなものがさらに上がっていくことを意識しないといけない。 ただもちろんそう言ったからといって、だから制裁をやめた方がいいという気は全くありません。あ,ある意味で今回の戦争っていうのは、えー、まあ自由主義と覇権主義の戦いですので、この覇権主義の筆頭の一つ、ロシアがこれだけのことをやってる以上はですね、当然制裁を緩めることはできません。ただ、当然その影響が大きいと。じゃあ、それを踏まえて、そうなると当然日本でもですね、今年後半はエネルギー価格のみならず、いろんな食料品の値段が上がるわけです。じゃあ政府はど,どうすべきか すぐに思いつくのがね低所得世帯に対するそういう生活支援をしっかりやるっていうことになるんですけどもあとやっぱり一番大事なのはですねあのちゃんと企業に賃上げさせる,させることなんですねで残念ながら日本では今後物の値段がどんどん上がりだすでモスタバも値段上げましたよねでそれと比較して給料の上がり方はあまりに遅いせいぜい3%ぐらいいくかいかないか これですと今年後半さらに物価が上がった場合はあの結論としてあの物価の上がり方に給料の上,上がり方が追いつかないから結局実質的な所得は減っちゃうと、えーま、ずより貧しくなるという状況が起きますのでこれをクリアするにはやっぱり企業にですねちゃんと、えー、今アメリカなんかで賃上げ毎月で56%上がってるはずですからあの それぐらいのレベルでちゃんと上げるっていうことをやらないとなかなかしんどいのではないのかなと。という意味では私は企業は内部留保がたくさんあってですねある意味であの企業特に大企業があまり賃上げしないのは特に製造業なんかでは安い賃金で人を使い倒すことによって競争力をやっと維持してるっていう現実がありますのでそもそもそれ自体おかしいわけです。 だから別に官邸が経団連にお願いしなくたってですね内部留保が多すぎたら税を取るとかいろんな手段があるわけですからなりふり構わずいろんなことをやって取得が上がるようにするということが大事ではないのかなというふうに思ってます。ただまあいずれにしてもですね言いたいことはこの食料品の値段が上がりだすというのは世界的な不安定に十分つながり得るわけです。 特に中東の意外と多くの国がロシアから小麦をだいぶ輸入してましたのでそれで当然主な食品であるパンを作っていたと。でそれの値段が上がりだすとですね当然これ特に中東では思い返すとアラブの春だってあれが起きた原因としては政治の不満はもちろんですけども生活のコストが上がりだした。 でそれに対して、えーえー、おかなり、えー、多数を占める、えー、貧しい人が怒ってああいうふうになったっていうことを考えますとですね実はこの食料品の値段が上がるっていうのはエネルギーコストが上がる以上にですね世界のいろんな地域の不安定を、えー、加速する、えー、可能性があるだそういったことも視野に入れながらとにかく日本はあのこれまであ,のある意味でそこまで物,が、えー、物の値段が上がるっていうことを経験しない。 まあまあ30年過ぎちゃいましたけどそれがいよいよこれから本番になるということを考えてですね政府もしっかりした対応をしないといけないのではないのかなというふうに思います。